デジタル営業の限界、アナログ営業の可能性。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。先日水曜日から金曜日までの3日間営業ツールのキャンペーンを行いました。具体的にはクロージング漫画という魔法の営業ツールです。なぜ魔法なのかといえば、営業マンが商品説明をしたりクロージングをしなくても見込み客が積極的に話を聞きたい、購入したいと言ってくれるからなんです。まさに営業マンいらずのツールと言えます。しかしキャンペーン終了後スランプに陥ることになりました。そこで今日は営業マンのスランプ脱出法を分かりやすく解説します。漫画で思い出したのが、ドラゴンボールでおなじみの鳥山明さんが亡くなり、世界中から追悼のメッセージがありました。さらにアカデミー賞でスタジオジブリの君たちはどう生きるかという長編アニメがもう映画賞にも輝いたと、わずか数日間で漫画そしてアニメがクローズアップされた時期でもありました。冒頭のクロージング漫画のキャンペーン最終日は、様々な SNS で24時直前まで何回か情報発信をしました。 Facebook、LinkedIn、8、Instagram に加えて X、Threads、ブルースカイなども行いました。さらにメルマガでの告知もやりました。その影響なのか、キャンペーン翌日の土曜日はなかなか私テンションが上がらず、気分が乗らない一日となりました。さらに日曜日は虚脱感でずっと一日ぼーっとしているような感じだったんです。このような気持ちになるのは1年のうちで正月明けなんです。今では毎年恒例のように正月明けは脱力感でしばらく過ごしています。キャンペーンに注力していたので、軽度の燃え尽き症候群になったのかもしれないなんて思いました。そして週が明けた月曜日になってもなかなかテンションは回復しません。これはまずいと思ったので、一転してアナログでの営業活動を集中的に行いました。具体的にはアポイントの獲得、そしてアプローチ、それを電話で行ったということなんです。そうしたところ徐々にではありますが、テンションも上がってきて、気持ちの落ち込みもだんだん緩和されていきました。結局のところ、相手の顔が見えない、声が聞こえない、そういうネット媒体での情報発信、そして集客は手応えがよくわからないので、徐々に不安になることが判明しました。一方、アナログの営業活動をやるとテンションが上がってモチベーションも高くなります。その理由は、アナログでの営業活動は1対1がメインで、相手の手応えに反応できるので安心だということにつきます。しかしネット、SNS での情報発信は1対1ではなく1対多数なので、そもそもターゲットが明確ではないということも原因の一つです。さらに手探りの部分が非常に多くなります。例えば申し込みがあれば相手の反応が分かりますが、申し込みを迷っている、その日は仕事があって参加できないなど、グレーゾーンの相手に関しては全く情報が入ってこない、そうすると徐々に不安になってくるわけです。今回冷静に分析してみて初めて分かりました。やはり1対1でのアナログ営業が相手の反応が鮮明であるということ、一方ネットショップや SNS の情報発信では買う買わないという二者択一のレスポンスしか分からないので、途中経過が分からず反応がないと気持ちがどんどん落ち込んでいくということなんです。わかりやすく説明すると、結果しかわからないネットでの営業活動と、営業プロセスが明確なアナログでの営業活動では対処の方法が大きく異なります。例えば名刺交換した人にメルマガを配信しているとします。メルマガでセミナーの案内をします。
申し込んだのか申し込まないかで成否を判断するしかありません。しかし申し込まないからといってセミナーに興味がないわけではありません。メルマガを開封しなかった、忙しいので後で検討しようと思った、だけど忘れた、メルマガを読んだが内容が伝わらなかった、いろんな原因が考えられます。つまりこの層にアプローチすることで申し込み者を増やすことができるんです。これができるのがアナログでの営業活動ということです。ここが大きな違いであり、営業マンの心が病んでしまう原因でもあります。今日の話が役に立ったという方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって私長谷川が様々な視点から経営に役立つヒントを収集分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。